出発進行、はい、行きましょう。久々のね、ドライブ。今日は慎太郎がいないけどね。いるよ。どうしたんだろう。いるよってなんで俺が突っ込んだ。じゃあこれね、続きが気になるよ。そうそう、まだ予告しか食ってねえから。しかもだってもう時間もないので。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、じゃあ出発しまーす。イエーイ。お腹いっぱいになった。美味しいのも食べれたしね。こっから次はどこに行くんだっけ。こっからもう秩父に行きます。ついに秩父。秩父1時間前後ぐらいかな、混んでなければ。オッケー。こうやって見たら運転できそうなの絶対嫌なんだよ。でも一番運転で嫌だったらマジで風磨と海行った時だな。あれマジしんどかったな。行ったね。秩父っていう標識出てきた。あ、ジュリ携帯会社ある。うわマジかよ、携帯機種変するよ。ジュリガソリンあるよ。マジ。うわ家の車持ってくれよ。塾あんの。うわ今まで勉強しなきゃよ。そのシリーズめっちゃおもろいな。ジュリえ、銭湯あるよ。銭湯あんの。マジか、家からシャンプー持ってくれよ。ジェシー、コンタクト売ってるって。コンタクト売ってんの。うーわー、メガネからコンタクトだ。メガネ。ジュリうまいよ、マジで。ジュリはうまい。慎太郎ソースあるよ。ソースあんの。マジでカツあげればよかった。慎太郎、なに横にフェンスあるよ。お、マジかよ、そこでカツあげればよかった。そこね、そこね。慎太郎、ちょっと時間押してるらしいよ。押してんのかよ、巻いてカツあげればよかった。うまいな。うまいな。巻いてカツあげればよかった。おもろいわ。いや、つなげの大事だよ。つなげ上手。お前さ、寝んなよ。しかも枕持ってくれよ。ちょっと怖い話していい？時間も時間だし。全然昼間狂ってるんか、時間の感覚。昔怖くねえよ、この時間。あるところに一人の男の子が生まれました。中華料理屋さん。そんなと話してる。一人のおじさんに出会いました。ユウ、僕の人も嫌い。お前のスカウトされた話じゃねえ。やべえ、蝶々飛んでんじゃん。フォーク持ってる。お前食べんな。お、着いた着いた。マジ。おー、すごい。着きました。おー、はい、着きました皆さん。イエーイ。外遊びの森という場所に。待って、景色よ。前のフォレストアドベンチャー思い出すな。そうだね。ということで今回は日本初の野外シューティング施設で遊びたいなと。シューティングってこれ。そうです。今回ちょっと2チームに分かれてちょっと対決をしていこうかな。2チーム。最初の前半の7個はちょっと練習しながら、後半の7つは無茶振り対決。負けたチームには次の場所でちょっと罰ゲーム。ええ、でも楽しみつつちゃんとやりましょう。チーム分けどうする。グッドバーで分かれましょう。あ、でも確かにこれはあんま見ないかもね。はじめまして。はじめまして。お願いします。お願いします。お願いします。これブレるね。めっちゃ見えます。見えます。スコーパーセントむずいよ。え、これ一番のタオルってどこに。遠くね。じゃあまず、まあ最初の7つは練習なんで、じゃあ俺から打とうかな。じゃあこれターゲット1位はね、16メートルだって。近いからね。おお、100! 100点100点100点でも練習だから。練習。そう、100点。やってらんねえぜ。やっちまうぜ。なんか喋ってる。なんか喋ってるの、ブツブツ。こんな現場凍らせる。じゃあ投げるよ。91。まあ、まだいけるけどな。何が。あ、ここ30秒だわ。短っ。で、21メートルある。90だ。ナイス。まだね、でも90になるってことはまだ伸びしろあるから、はい、ありがとうございます。これからが楽しい。ありがとうございます。もう一回ステップ始める。そうそう。49点。嘘でしょ。だろう。いや、すっごい目変わる。これメンバーチェンジできる。本番じゃないじゃん。本番じゃないじゃん。でも練習は本番のようにやる。もう次行こう。練習から練習頑張んないやつが本番できるから。お前言ってるから。めっちゃスパルトじゃん。そっち20秒しかない。短っ。あー、ちょっとむずいわ。あんま変わんないよね。こう、な、むずいわ。溜まったら、え、置いたら上にボコって。お前もう、気持ち入ってるの。3、慎太郎2、慎太郎1。おお。時間ギリギリまで使っていいんだもんな。そうだよ。あ、めちゃくちゃむずい。おお。やばー。マジで。マジ2回連続。2回連続はすごい。あー、もうお前絶対お前これオンエア前に来るだろ。絶対自分が一番びっくりしてる。ネクスト。で、真ん中に来た瞬間に落ちてる俺。44。あー、むずい。
謝れ、とりあえず俺に謝れ。ごめんごめん、俺は本当に。もっと俺頑張るわ。うっせぇ。でも君伸びしろあるの。よし、ちょっと待って、ほら見ろよ慎太郎、悔しがっちゃってる。このままじゃ自分たちの故郷帰れない。60、あ、高いんじゃない。でもまあまあまあ高い方だ。ちょっと。はい、ということで皆さん、前半7つ今練習して、はい、おのおの、いや、結構難しかったな。向き不向きとか分かったと思うんですけど、いや、すごい難かったよ。ここから本番プラス無茶ぶり、はいはい、無茶ぶり、ちょっとしたプラスアルファのお題も出てきますから、それもこなしつつ、ちょっと射撃のことやってもらおうか。はい、じゃあジェシーさん、スタンバイしてください。はい、一つ目の無茶ぶり、相手チームが声で邪魔する中、打つべし。なるほど。どんな声でもいいの？もちろんです。ちょっとボイスチェックしていい？はい、どうぞ。そんなんで切れると思うかな。お前鳥よりちっちゃいよ。逆に切れる。お前がさっき怒ってたピヨスよりちっちゃい。これぐらい笑っちゃうよ。スタート。よし。パパワーワーゲロパパワーワー。51点当たっちゃった。まあまあまあだ、まあまあすいません。当たってるからね、ちゃんと。100点か100点ないコーチ、俺らの力見せてやろうぜ。 OK。 はい、じゃあコーチさんいいですか。頑張ります。コーチ今声で邪魔しますから、ね、はい。大丈夫、エンダーでごめんね。ほっかけ。コーチくん25点。どうだったこのプレッシャーのかけ方。いや、つがる、ね、誰かくしゃみでちょっと笑いそうになったんだ。チームルイスの感覚が。次がですね、45m30秒、2つ目のむちゃぶり、引き手と逆で打つ。うマジで。あ、俺絶対無理。めちゃむずいやん。これでいきます。よかった。やばいだ。17 16 16。めっちゃくちゃずれた。36。超むずいね。36ね。これね、当たらない。俺めちゃくちゃむずいわ。ってなると、コーチ気になるわな。そう。いや、待って、俺本当に覗けない。やば。30秒あんだもんな。ほっ。これマジで頑張れよ。おお、49。危ねえ危ねえ危ねえ。お前実は左利きなんだよ。おい、チームメイト喜んでくれよ。何やってんだよチームメイト。練習してる。49、ジュリに勝ったよ。俺らの中での最高得点はもっと上だから。コーチ、お前マジ頑張ってる。でも俺らのステージまで来るためにはまだ行きます。じゃあまずは北斗から。はい。え、50m だって。すげえ。お題いきます。はい。スコープを覗かずに。あ、無理だ無理だ無理だ。うわ、意味わかんねえ。もうそういうの俺行けばよかった。練習してきた意味ないやん。せーの、よいしょ。口開いてる北斗。打って打って。あと10秒。あれ、やってなかった。8 打って。6 5 4。難しい。あ、今光ると思う。よし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 。任しとけよ。いいよいいよいいよ。これ俺こういう運だけ集めんだよ。点数取ればいけるよ。せーの。そっち、こぼえ、こぼえろよ。え、何どうやんの。終了。はい、ということで両チームとも0点でございます。
まあなんか俺ができることはやり尽くしてかなって思ってます。本当に。いって。はい、ということでターゲット11の方、中間地点の優しいイージーポイント。なんか近いもんねだって。はい、片足で打つべし。ちょっと待って。あれ。俺はいけるか。え？俺いけるわ。いける？うん、じゃあ北斗スタート。安定させて、30秒あるから大丈夫よ。15秒切ったら言うよ。集中して。はい、15秒切りそうだよ。おーい。あと7秒で15秒切るよ。あと5秒で15秒切るよ。15秒。北斗も引き切ってないから。いいよいいよ、でもこれで慎太郎得点良かったらあれだよね。追いつけるんだよ、チャンスだぞ慎太郎。じゃあ守護神太郎ちゃん準備いいですか。太郎ちゃん銃置かない肘置きシステムでいい。おーい、やってくれた。さすが太郎ちゃん、だいぶこれでまた差が開いたんじゃないでしょうか。いけるんじゃないかということで、ターゲット12。レッツゴー。かわいい。はい、ということでターゲット12、 50m 10秒でございます。いや大変よ。無茶ぶりはですね、10回ぐるぐる回ってから。バチコシ。違うね、違う、10回やってスタート。10回回って置いてスタート。無茶ぶりかな。変えないです。じゃあ別に10秒以内に回る。一回見合って、一回。分かった、いい。リラックスして。ね、絶対。はい、9、5。じゃあまず俺から。恥ずかしいの見ていく。1、2、おぶろ、おぶろ。3、4、5、おぉ。7、8、9、9、10、押し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 。無理だよ。23。慎太郎、でも当たるんだ。慎太郎いけるか。いけるな、太郎ちゃん。太郎ちゃん、太郎ちゃんよく普段からぐるぐる回ってるからね。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、置いて、押して、置いて、押して、置いて、集中。3、2、やっ、うまいわ。さすが太郎ちゃん。太郎ちゃん、イエーイ。さすが守護神。一番びっくりしてる、一番びっくりしてる。一番びっくりしてる。これね、皆さん危険なので、絶対マネじゃない。それでターゲット13。レッツゴー。はい、ということでターゲット13、はい、44m、20秒でございます。相手チームが動きで邪魔する中打つべし。え、前通るとか。え、じゃあここそれダメよね。はい、じゃあジェシー、当たった。よし。あと何秒？10秒。出てんだよね、俺に。8。うわぁ、ジェシー96点。ジェス、やってんな。ジェシーは邪魔された方が強いんだね。そうだね。じゃあ今日もスタート押してください。死んだらお前ちゃんと得点取るよ。始まるぞ。いくよ。はい、あと20秒。19、18、17。どうも。あっ、目が止まってた。10秒前です。9。でも、いくぞ。俺も、いくぞ。取ったぞ。俺も打っちゃおうかな。バキュン。俺も打っちゃおうかな。ヒートアウト。よしよしよし。俺も打っちゃおうかな。終わりました。終わってます、終わってます。セガさん。いってん。いいよいいよ、これいいよ。はい、ということで京本さん0ポイント。ここで一気に96ポイントになりましたよ。じゃあそれではターゲット14、いきましょうか。レッツゴー。最後の無茶ぶりは3人で1つの銃を撃つべし。おー、むずいな。マジだ。誰撃つ？いけるな、お前ら。じゃあ CG 振り込んで。あー、もうダメだ。押します。では使い物になる。はい、押した。せーのって言ったら押すからね。スタート。じゃあまず俺から覗く。左から覗く。あ、でも俺も見ちゃおうかな。もう俺も一緒になって見ちゃおうかな。じゃあ俺見るぞ。あ、俺見ちゃおうかな、こうやって見ちゃおうかな。え、結構合ってきてない？ほんと？あと16秒。よかったら行って押すから。5、いい、いくよ。せーの。おお、すごい。おお、あー、ダメだ、もう左手もやられました。ホットが打つタイミングに合わせてジェシーが調節するっていう、そのね、コンビネーション。
はいって言ってる台がその瞬間に押すからスタート。はいって言ってね、そしたら打つから、うん、死んだろうっているそうもう早くね、早くはいってなんで待って、残り10秒だよめっちゃ、はい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 どこ見てんだよ。1-0タイマーどこ見てんだ。そっち0ポイントでございます。得点の結果発表します。負けた方にはさっきも言ったんですけど罰ゲームがあるので、はい、お願いします。おー CGM320 点 DD267 点 CGM の勝利。イエーイ。チームワーク、コンビネーション、絆、タッグ力最終的に愛なんでだろう、俺のチームの敗因はあのやっぱ何ですか、クロモとか俺とか本物の銃の方が慣れてる。ダメだよダメだよ。取れたてのキノコを存分に味わおうじゃないかという、忘れてませんか、罰ゲームがありますよ。ああ、そうだよ。こんな美味しい思いさせんな。はい、ということでそうです。次行く場所でちょっとそっちのチームにはちょっと罰ゲーム。いやでもなんか勝負関係なしで楽しかった。楽しかった。はいはいはい。勝負関係なしで楽しかった。そうですね。でも勝負関係なしで楽しい。でも本当に勝負したけども関係なく楽しかった。そう。多分俺はでもね、とにかく勝負関係なく楽しかった。やっぱそうですね。